映ってるかな。こんにちは。映っていますか。ずっと映ってなかった。それはごめんなさい。あとは何が足りないかな。キラキラ。手がベタベタなんですけど、まあ許してください。それはごめんなさい。やっほー。みかんでお待ちしております。なんか厚塗り感がすごい。まあいいや。曇ってる？本当に？多分光の加減だと思うわ。どうですか。SKE 電気見てきたけど、劇場でちびっこが中ちゃんの壁掛け写真とたくさん写真撮ってたよ。だってパパさんと言いました。嬉しいね。それはどうですか。色がないな。ねえ、何が終わってないと思う。みんなマスクするから。わかった。涙袋の線を引いていないですね。今日は事務所です。さっきまでね、父んちを見に行ってました。そう、11時からの父んちを見て戻ってきました。今日は朝活です。よし、ええやん。そう、ハタゴンさんのやつです。これじゃない。そう、早起きしたかったんだけどできなかったからすっぴんで行ってしまった。だからすっぴんで行ってしまったよーん。劇場向かう？気をつけてきてください。そう、めっちゃなんかさ、めっちゃいろんな方に見られた。もしかしたら会ったかも、みんなと挨拶行けばよかったのに。いや、ちょっとまあちょっとあれで挨拶はいけなかったんで、あれでいろいろっていうか、まあいかなかったんですが、本当に素敵なあの舞台だったので、皆さんにもぜひ行ってほしいです。東京でもやるので、よし。まあちょっと恥ずかしくていかなかったんですけど、よし、今日終わり。ちょっと50分までに終わらなきゃいけないので一旦髪の毛やります。大体の舞台っていうか全然行ってないですよ。全然行ってないですよ。モデルドリームズもさ、行きたかったけどさ、絶対無理やん。もうめっちゃ楽しみにしてたの、モデルドリームズを見に行くことを。
めっちゃ楽しみにしてたのに絶対無理やんみたいな。メンバーさんかなと思ってた中坂さんでした。だってわイエーイ、さっきぶりですね。じゃああ、昼声当たったっておめでとう。そう、仕事入ったの？公演です。だから私も公演で頑張るので、皆さんもモデルドリームズ見に行く方楽しんできてください。本当に私の分まで楽しんできてほしい。いや、これしい。今日は編み込みしようかなって思ったんですけど、可愛いカチューシャを買ったので三つ編みにしたいと。ちょっと危ないねこれ。どうしよう、こうすればいいのか。温まってないやん。なんかすごい大切だっていうか、まあ、当たり前のことなんだろうけど、中坂はこうアイロンをの電源を切らないんですよ。もうコンセントぶち抜いちゃうんですよ。あんま良くないのかもしれないんですけど、まあ、でもそう、私はそうしてしまうんです。こうメンバーに貸すとさ、まあ、当たり前かもしれないけど、みんなはさやってくれるわけじゃないですか。こうあの電源を抜いてくれるじゃないですか。女性でヒルヒル当たっただっておめでとう。そう、職場でみゆちゃん大人気ですって。え、もっと広めてください。モデルドリームズ4公演見に行きます。すげえ羨ましい。おみゆも見に行きたいんだけど、どうしたらいい。でもさ、5、6しかしてないですよね、モデルドリームズって。はあ。今何分だろう。今何分ですか、皆さん。これ触覚。こっちの触覚。これかな。え、これやないか。こうですね。で、こうですね。はいはい。たら、こうもあるかな。あった。輪ゴムもあります。いいやつ。しかも42分か。で、あと2分で、2分じゃない、あと8分で終わらない。まっすぐさ、引けんよね、線。ちょうど綺麗に半分かは分からないけど。超世代違うサイリウムだったらごめんね。だってどういうこと。全員分振ってください。サイン入り広告ポスターゲットしました。だって、おめでとう。これはこっちか。いい感じ。分かりました。今週めっちゃね、中坂劇場にいるんですよね。嬉しい。では、三つ編みをします。いつもはここでツインテールをしてから編むんですけど、今日はこのまま編みたいと思います。ちょっとね、緩くなっちゃうんですけど、あ、本当。目がかゆい？花粉症の季節ですからね。なんか秋花粉すごいらしい。今日は DMM で応援してますって。ありがとう。ううありがとう。外れたの？ピエン。なんかカメコンめっちゃみんなさ外れてるよね。
んかさ、こっちの方がさ、ゆるんってなっちゃうんだけど、でも、なんか可愛いように見えるんだよね。なぜ？でも、ゆるんってなっちゃうんだよね。ほら、わかる？ここがゆるんって。だから、まあ、やっぱツインテールしたらにしよう。やばい、もう45分だって。やばい。猫席めっちゃ外れたって言ってる方多くてびっくりしてる。次のお仕事待ち？でももうすぐなんです、集合が。やばーい。毎日中ちゃんのショールーム見るのがルーティーンです。だってだ。ありがとう、嬉しいよ、これからも。キュッと。こっからやっぱ見つめするのが一番簡単。だし崩れません。ではやっていきます。こう適当に3つに分けます。いやでもさっきおちちんち見に行ってきたんですけど、なんかすごいなって思いました。なんか今まで見に行った舞台とはちょっと違って、私の中では新しい舞台を見に行った気持ちでしたね、はい、これは見に行った方だけが、なんか見たことある方にはなんとなく言いたいこと伝わるのではないかなと思うんですけど、どう思いますか？見に行ったこと、見に行った方いますか？みかんの剥き方みんなありがとう。最近さめっちゃさこうずっと同じ、ずっと公園さ入ってくださってて、多分もう今週の公園ずっと一緒にいたんじゃないかみたいなメイクさんがいらっしゃるんですけど、どんな方にやってもらってたんですけど、めちゃくちゃねお上手なんですよ。でいろいろ教えていただきたいなっていつも思いながらお話ししてる。よいしょ。なんか慌ててるように見えないのは僕結構慌ててるんですけど、48分やばいですね。ちょっとギフトが読めないかもしれない。よいしょよいしょ、キュッとやって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 、みはるのお花の髪型綺麗だった。え、水野さんの生誕祭の日もさ、メンバーの髪型見ました？皆さんめっちゃすごかったらしい。なんかもうメイクさんがすごい、なんかもうあの日はすごかったんだって言ってて、なんかいろいろお話を聞かせてくれました。すごいなって思いました。メイクさん、とりま15分は経ったみたい。良い良いことや。どうしよう、巻こうかな。で巻く時間ないから、ナウはないから、一旦内巻きで強めな。やばい、こっち側の毛量がめちゃくちゃ多いや。あ、でも劇場でやらないの？意外と劇場でメイクする時間がなくて、今日だけやっちゃおうかな。前髪はこのままでも出れそうだから。いいね。うわ、出てきちゃった。
じゃーん、完成しました。できた。ということで、ちょっとでも多分今日はみかんの終わった後もできる気がするんだよな、ショールームっていう話です。今日のみかんの見方見てね、見てください。また知らない間に切り傷ができてて、しかも結構痛いやつ。じゃあちょっと今何分だろう、ちょっと待ってね。もう50分とかだよね多分。あ、51分ですね。結構やばいので、ギフトだけ読みます。カノンさん、コウムリ12周年のおばさん、コウムリ全社ロシカさん、パンプキントラさん、コウムリ生まれたんさん、コウムリ12周年のおばさん、コウムリコウムリコウムリリンちゃんさん、結婚してシュルルルさん、コウムリ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 、寸胴入ってる豚さん、コウモリコウモリシュルルルンさん、パンプキン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 、無意識のよさん、コウモリパンプキン、カトちゃんさん、パンプキンパンプキンパンプキン、コウモリコウモリゾンビさん、さつまいもシュルルルンさん、レインボー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 、ベネロペさん、パンプキン、ニャニャカイニャさん、コウモリ、自転車ラスカーさん、タラノムタラノムタラノムタラノ、オンプトラさん、タラノ、オンプ自転車ラスカーさん、タラノムタラさん、タラノムタラノムタラノムタラノ、オンプお花さん、ハートハートトラさん、タラノムタラノムタラノムタラノ、オンプお花さん、ハートトラさん、タラノ、オンプウキーさん、コウモリ、ダルマさん、コウモリウキーさん、コウモリベネルペさん、コウモリエビフライハムハムさん、コウモリシュルルルンさん、かわいいかわいいかわいい、ビップフーピさん、タラノ、オンプシュルルンさん、青菜白菜オレンジ菜リンちゃんさん、タラノム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 タラノ、オンプダダさん、コウモリ、トリックアトリート、お兄さん、コウモリありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。でちょっとね、夜やります。多分スクショだけしとこう。8位まで今撮った、16位まで撮ったからの20位まで撮って、73位も OK ということで、またとりあえず次はみかんの生放送でお会いしましょう。また後で、バイバーイ。ごめんね、みんな終わる。バイバイ、行ってきます。